こんばんは。こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日は1時間くらい。9月になって最初の配信ですね。9月になっちゃった。やばいね、本当に9月になっちゃったね。こんばんは。今日はあ、今日は公演をね、会った方もいたかもしれないんですけど、なんか久しぶり感ある。え、わかる。なんか昨日多分朝にやったからなんだけど、はじめまして、ありがとう。花火、え、花火まだあるんだ。9月でもあるんだね。ギフトはまだあるんだね。そっかそっか。あ、ありがとう。金魚も星も。今日コラボカフェ行ってきました。そしたらももちゃんからサボちゃんのこと、え、嬉しい。ありがとう。最初見れなかった、久しぶりかな。確かに星、ありがとうね。あ、タコさんもありがとう。1ヶ月行けてません。え、そっか、私も次全然わかんないですか。星ありがとう。あとね、なんだっけ、なんか言おうとしてたな。サコちゃん2枚目、え、嬉しい。そう、今日クラブカフェにももちゃんが行ってるのを見て行きたいと思った。そう、めっちゃ楽しそう。9月のアクセサリーゲットできてよくします。おー、本当に。あ、そっか、もうシアンタクジ9月なのか。あー、バラも星も、金魚もありがとうございます。コラボカフェ行ってきた。お、いいね、いいね、ありがとうね。金魚もハートも。そう、もう9月ということでね、私は今日はあのお買い物をしてきまして、ヘアアイロンを買いました。新しい、なんかめっちゃ店員さんにどれがいいんですかって聞いて、あ、花火ありがとう。そう、昨日ありがとうございました。よせきだし、こちらこそありがとう。8月帰省ついでにコラボカフェ行ってみたら。いや、帰省できないんだよね多分。コラボカフェ終わっちゃう、終わっちゃうかな、私が帰った頃には。ありがとう。花火もももちゃんのおかげでサボちゃんコスタゲットおめでとう。シアンカフェのサボちゃん、ああそうだったんだ、それはなく、あ、ありがとう。花も新潟にもカフェできないかしら。そう、サボちゃん店員さんに聞けるやん。私めっちゃ店員さんとお話、今日めっちゃお話しました。なんかどれがいいのか分かんなさすぎて、しかもヘアアイロンって結構高いんですよ。2万円するやつもあるんですけど、まあ私はそんな高いの買わなくて、1万5000円ぐらいのやつがいいですって言って、どれがおすすめですかって言って聞いて買いました。値段交渉もます。私値段交渉しないですよ。花火もは、あの金魚もありがとうございます。値段交渉ってしたらさ、変わるものなの？だってさ、商品だって お洋服とか買うときしないじゃん、それと一緒で。そう、ありがとう星も。そう、それでも高いんですけど、なんかずっと使ってたのね。だからもうどれがいいのか分かんなすぎて、なんかめっちゃ詳しそうな人がいたので、どれがいいんですかって言ったら、これはどうのこうので、ツヤが出るからどうのこうので、どうのこうので新しいやつですみたいに言われたから、あ、じゃあそれとこれとこれ試したくて。って言って試して買いました。家電はかなり変わるし、おまけがついたり。そうなの。それ洗濯機とかさ、冷蔵庫は変わるけど、そう試せるんだ。そう試せる。無事に買いました。なんか悩んだんですけど、私は値段交渉苦手。わかる。なんかやだなって思われたくなくて。昔したけど、交渉したけど、最近したのに買うように。そう、多分ね、そう、ああいう大型家電だったら変わるかもだけど、ヘアアイロンぐらいだったら変わらないんですよ。そう、今年もすでに3分の2を過ぎたとか、マジ、え、やばいね。なんか
何してたっけって感じだよね思い出すのに時間がかかるね。もうそう、ありがとうだるま、ありがとうね金魚も、星もありがとうございます。でもコミュニケーションは大事、確かに。そう、なんならお洋服も買っちゃって、今日なんかお洋服欲しいって思ってなんか買いましたでもそこでもめっちゃ店員さんが話しかけてくれて、でも今日は買うぞって決めて言ってたから、まあ、あんまり嫌じゃなくて楽しくお話しして、めっちゃ褒めてくれる店員さんで、いやすごい似合いますねって言われて、めっちゃ試着させてもらって、そうだからもう今月は節約しますたくさん使っちゃったから、明日から節約する、明日から頑張るじゃあこの前洗濯機新しいのにした、お、いいね。洗濯機めっちゃ大きい買い物じゃない、さこちゃん買うとき時間かけるタイプ、え、めっちゃかけますよ。そう、電化製品は熱で冷ました人が多くなって、え、そうなんだ。さこのかさんがラジオでカメラに入れて、すごい、タイか何でもいいです、嬉しい。おすすめ上手、めっちゃおすすめ上手だった、これもどうですかって試着、今月始まってまだ1日、え、でも意外と先月全然お金使ってなくて、そう、意外に家計簿見たら一番使ってた月より全然使ってなくて、だからおっと思って、今月もそれぐらいを目指しますダイエットが決まってたら予約振り切れる、本当にそうなんだよね。頑張ったね、買い物手間かけてんしゃから、わかる、そうなんです。お洋服買ってきて、ちょっと開けるの一旦めんどくさいじゃないですか、買って満足みたいな、だけどさっき開けて、そう、さこちゃんだったらガチに合ってるからだよ、嬉しいあ、星ありがとう、星モデルさん属性で嬉しい、ありがとう、ありがとうね、こんばんは。雑誌とかあれかな、いつ出たの最後かな、ビッグワンガールズとかじゃない、掛け棒つけてないすぎ、え、じゃないと怖くて、そう怖いからつけてます、自分のいくら使ってるか。今日のはまだつけてないから、後でレシート、後でレシートを見ますこんばんは。そう、しゃべり会で鍛えた得力を発揮したわけですえ、でももう相手店員さんがめっちゃコミュニケーション能力が高くて、めっちゃお話上手でした。なんかああいうなんていうの、明るい人と話すと明るくなるなって思った明るくて、とにかくさこちゃんはマネキン買いしたりするの、あ、マネキン買いはあんましないかな、中学生とかの時は分かんなかったから、そういう時あったけど、買ったことある一回だけ、でももう今は全然しないです。家計簿つけてないからたまに暴きます、あー、それは危険だNST 祭りで4期生だけのステージが発表されたね、楽しみ、お、ほんと、え、そうなの、発表されたのてか、そうなのありがとうございます。そう、 NST 祭りさん、え、私まだそれ見てないな、発表されたのこんばんは。トーリンとコミュニケーション取れるとお金やりたい、取れてるよ褒めてもらえると思わず買っちゃう、え、そう、わかる、なんかこれも欲しいと思ったけど、その時ちょうどお財布に入ってた値段を見てギリ買えたけどやめました、ギリだったので。さこちゃん爆食いするの、え、昨日帰ってきてお腹めっちゃ空いててめっちゃ食べちゃった、今日は我慢しようと思ってます。逆に赤い人はなんかごめんなさいってなる、ならないであ、でも私はそんなんでもないかな、いい感じでおしゃべりしましょうねご迷惑高い人だと気が、そう、相手に任せてる会話を、花火ありがとう。28日の11時から1時間のステージ、あ、そうなの、初めての NST ですね、お、そうなんです、 NST 祭りを楽しみ、28日まで仕事頑張ります、頑張って、私も頑張る、ただそのタイムテーブル公式から消えちゃってるからな、あ、そうなんですか、じゃあ分かんない、私も知らないからまだあんまり、そう、明日レモネード来るかな、どうでしょう、知らないんだよね、どうでしょうとか言うけど花火ありがとう、ありがとうね。そっか、今月始まって配信だからさ、コメント欄いつもバッジがさついてるんです、皆さん後半になってくるといろんなバッジの方がいて、なんかコメント欄違うなって思ったら、今日1日目だからか、
全員初見さんみたいな初見で来てくれてる方みたいな感じになってるちょうど休みだから駆けつけます、嬉しい。そうシンプル見て、まだ正式申し込みない。そうだね、だからバンダイシティの選手は先輩も、なになになに、そうなの。あ、ありがとう、レインボースターも、あともありがとう、仕事またお疲れ様です。そうよく見てましたそう、なんかめっちゃさコメント見て私配信するからさ、今違和感を感じた。楽しかった、おめでとうじゃあ初見です、さすがにわかりますね。じゃあ初見です、待って同じこと言ってる、気合うんじゃないうん、ありがとうくまさん、ありがとうございます、あともありがとう。そう、あ、私明日朝配信、これ言っておきます、明日朝配信します。明日は何時からかしようかな、明日どれぐらいしよう、明日7時過ぎ起きれるかな、7時過ぎから8時までします。はいはい、そうしますね。今から言っておくと2日は配信が多分できないです、ごめんなさい、2日は配信しません、すみません。そんな感じです、ハートありがとう。バチつけた方がいいか、いや大丈夫だよ無理しないで自然とつくから、ありがとうね、そうありがとうね、星も、まあ私からありがとう、こちらこそ。また40分ぐらいアラームなるのかやばい、なっちゃうかも。エサコイサレジオもあるし、あ、夜ね、そう、朝、明日は朝します。相変わらずサオちゃん特殊人がありませんでした、あーそっか、いつかね、こんばん、あ待って、ありがとう、守りたいこの笑顔、ありがとうございます。父が仕事なので明日は見れません、仕事頑張ります、頑張って。そう、明日のぞみ休みだからよかったよかったそう、アーティストコラボ生写真、はいはい、ああそうだったの、嬉しい、ありがとう、覚えててくれたの、私が好きなメンバーさん嬉しすぎる、こんばんは。あ、そう、今日 AKB 劇場、今日だっけ、なんかめっちゃトレンド入りしてて、 AKB 劇場ありがとうが、皆さんもね、見に行ってた方多いかもしれない。劇場がさ、改装工事ラスト、改装工事前ラストの公演があって、あと新公演のメンバーさん、初日メンバーさんが出てたりとか、そうそうそう、いろいろねあって、私全然全部は置いてないんですけどそう、みんなの方が詳しいかもしれない。こんばんは、サオさん、こんばんは。新公演やってたやつは見て、お、私もさ、まだ詳しくは見てないんだけど、初日メンバーさんの発表は見ました。そうじゃん、4期生ちゃんたちと鳥の半身揚げ食べに行って、わかった今日がリニューアル前 ラスト公演だったからね、写真買うのに、そうだったんだ、すごい、徹夜とか、ありがとう、あと、そうじゃん、教えない人で応援したいかも、嬉しい、ありがとう昨日たくみなさん来て、昨日来てました、そう見ました、それも4期生の研究成功始まってね、うーん、どうなんだろうね、なんか予兆すらないから匂わせられない、これずっと言ってるありがとう、金魚も時は言ってたけど、あー舞台、そう舞台あったみたいでね、見ましたありがとうね、金魚、ありがとう、嬉しい、そう、そうちゃん AKB の新潟、行けたらいいですね、確かに思う、それそう、お疲れ様です、ありがとう。そうちゃんだって結構おかしい、うーん、どうなんだろう、 AKB さんに関しては全然まだまだ新しいあれなので今日いっぱい話してよかった、今日それ私かな、私今日出てないな、全座、うーん出てない、はい、
新公演のメンバーパフォーマンス重視って感じみたいだね。19期から伊藤桃ちゃん入ってた。あ、そう入ってた、見ました。すごいすごいよね、やっぱりドラマとかも。9月は深刻なサホちゃん不足になりそう。え、そうだよね、9月は全然。そう、お話し会がでもあるから、お話し会と、あと私は個人的にあのビスのショールームイベントが9月にあるので、今ね1枠の子が明日で最終日だと思うんですけど、なので本当に応援してます。私はめちゃくちゃハラハラするもん。そう、さこちゃんパジドラ公演するとしたらとはありますか。やばい、わかんない、なんだ星になっちゃってる。死体ユニットかな。私がしたいユニットはなんかぽくないってよく言われるけど、私は天使の尻尾がしたい可愛いから、アイドルっぽいし。でもももちゃんはサホはテモデモ顔だよって言ってくれる。そう、テモデモ顔らしい。でも天使の尻尾やってみたい好きだから。めっちゃ土来るじゃん、めっちゃ。そう、お母さんからめっちゃ来てる、後で読みます。今日から確かに、そう乃木坂さんね、台風それてというかこう止まっててくれてね、できたみたいですね。なんとかして新潟出張作ろうとしてる待って、すごい、なんとかして新潟出張を作って公園に来てくれるってこと、すごすぎる今もんちゃんち、そうです、ありがとう銀魚、見たすぎる。そう、嬉しい、天使の尻尾、あ嬉しい、天使の尻尾かわいい。さこいさん、赤いさん、いなさん、すごいね、多め。天使の尻尾の衣装絶対に合う、嬉しい、両方見てみて、ありがとう。でもでもそうなんですよ、天使みたい、やった。9月は公演マイナスなので、さほちゃんオンフライン追加しましたありがとう、嬉しいです。そう、ありがとうね、みんなに会えたら嬉しい。ハイブ長岡は最後なんですよ。そしたらもう次はオフライン、東京まで間空くから、月に1回かな、オフラインは。でも東京は2日間あるからさ、めっちゃ長め東京まで来てくださる方、あでも関東に住んでるって方は来やすいのかな。ロイ天使も見てみたい、え嬉しい。天使の尻尾見られる、新潟に移動希望を出します、すごい乃木坂さん全然明日からよ、あ明日からだって、今年行かないから把握が明日からだって。あそうだ、私思ったんですよ、乃木坂さんのツアーの最終日が3期生さんの結成日で、あの震え上がったっていうでも天使のシップ似合いそうだけどね、嬉しい、本当に、やったー、新潟出張共感します、すごい明日みゆみゆさんのビス特別ね、最終枠、あのビスのイベントの最終枠が多分8時まで、でその後にみゆみゆさんの特別配信があるので、ちょうど被らずみんな移行できるはず。天使の尻尾見えるなら新潟に移動希望を出します。あ待って、読んだっけさっきも、ありがとう。父ちゃんから見て一番濃いパイセンは誰だろう。濃いか、難しいどうなんでしょう、一番濃いパイセン、わかんない、先輩か、誰でしょう、わからない、私には。皆さん同じくらい濃いですよ尻尾生えて楽しむ、いいが、でもでもがもって面白い気もわかる。おお、天使は僕の天使が格好します、やばい面白すぎる。一応流通センター行きます、嬉しい、待ってるね、ありがとう。おじもまだ NST 祭り4期生のこととか出演のこと載ってないよ。じゃあさっきコメントしてくださった方はさ、何を見たのこんばんは、何を見てたんでしょう。あは、アナビありがとうございます。やばいだよね、ごめん、14日配信7部に行こうよ待ってる、ありがとう。最近乃木坂さん置いてないけどおすすめのメンバーさんいる。わかんないです、私も山下美月さん卒業してから終えてないです。でも私があでも私の友達はずっと久保志織さん推しですそれだけ天使の尻尾をするとしたら、あと2人は誰を希望、誰を希望、え
誰を希望？でもみんなさ、うん、じゃあももちゃんとももちゃんと天使のしっぽか。え、難しいな、難しい、難しいな。ももちゃんと誰とやろう。やりたい子がやりましょう。じゃあ、え、特別配信って、え、みみさんのビスのやつかな。ユニット組んだら誰がいい？同じコメントが来てた60年代が似合いそう。え、嬉しい。イベント最終枠の終了10分前あたりから岐阜大学なんかね。え、そうだよね、明日 NST の公式に情報載ってた。おー、そうなんだね。 NST さんの公式に X に出てた。あ、そうだったんだ。なんだ、ちょっとみんな混乱混乱。 X の NST 祭りの公式で一瞬タイムテーブルが出たんだけどすぐに消えた。そうなんだ、私だって知らないもん新潟にも流通センターあるよ。そうなの、知らなかった。ハートありがとうございます。そう、あれ、はい、東京オフラインはめっちゃありがたい。お、やった、こんばんは。なんだ、ヨキさんみたいな顔字が欲しいです。頑張ってください磯丸、え、ナナもやってくれそう。あ、ね、ドラマね、そう、宮城出身の、そうそう。あ、ありがとう、レインボースター、ありがとうございます、たくさん。おはよう、モナッホ、モナッホでやるかこんばんは。うんうんうん、え、すごすごい、お仕事したの。東北出身ながらちょっと親近感がある。おお、確かに。まーちゃん28年20祭りしちゃアピールし、そうなんだ天使の尻尾は何色希望？え、何色にしようかな、黄色か水色黄色か水色希望です。私水色かな、いや黄色でもいいです公演前に話題になってみんなで打ち合わせしてましたよね、 NST 祭り。あー、そうなんだ、そうだったんだね、こんばんは。話題になってたんだ。えー、本当ありがとう。消えた NST マスイさん対戦だけど ST ユーさんの名前だった。そうなんだ、やばい、みんなの方が知ってるんじゃない、これ。あんまなんか知ってない情報とかだったら私言わない方がいいからさ、読んじゃいけなさそうだったら教えてください。レインボースターありがとうございます。じゃあ僕は黒の尻尾で本当に生やしてきそうだなサホちゃんも遊びにでなくお仕事で仙台来てほしいな。確かに私お仕事でどっか行ったことないな、東京もないです、まだ。まあでもおしゃべり会で行くのであれですけど、あ、うん、ないね、お仕事でこれしに行くとか。サホちゃん、そう、どちらかというと水色のイメージ、嬉しい。水色っぽい、青っぽいか。でも確かに寒色系っぽいよね、顔が。ニスティ祭りさんの醍醐味は全国各地から来るラーメン屋が出店する。え、めっちゃいい、楽しみ、楽しみだね。最近衣装もセーターティーも黄色が似合うなって思ってる。おお、嬉しい。そう、最近黄色衣装がめっちゃ多くて、セーターティーはなんかあの同じ時期の誕生日の子に青サイリウムの子が多いんですよ。しかも2人とも水色青とか青青だから、あ、かぶると思って、なんかこうせっかく着てきてくれる時に同じ色だとこう分からないかなって思って黄色にしました。それでそう、ナナちゃんとナギちゃんってもでも涙、え、それやりたいって言ってたってことかな、どうなんでしょう。今んとこ新潟以外は長岡のみ。あ、そうだ、新潟県内だけど、そう、長岡、そうそう、それで、そうなんです、季節外れない、そう、それも黄色なんです。それもめっちゃ嬉しかった、可愛かった。あの黄色、レモンイエローみたいな色でした。パープルワンピとかもめっちゃ似合いそう。嬉しい。今回のラーメンは新潟市来る牛
新潟市来る牛タンと、すごい、ミキシャの黄色担当。今のところ生誕ティーは黄色は私だけかな。でもまだ全然半分くらいなのかな、だからわからないです。レッドブル好きですか、飲んだことない。こんばんは、今日レモネード飲んだよ、おありがとう。気が早いけど来年は色変える、変えます、多分青にするかなあとありがとう。サホちゃんに新潟クイズ出題したい、やばい自信ないサホちゃんはさっきまでアイスティーの衣装が似合いそうとかって思ってました。え、調べよう、どの衣装だろう。あ、ハートありがとう。キグです僕のレモネード見ました、お、みんな飲んでくれてるじゃん。私かお疲れ様でした、あ、ありがとう、お茶こそありがとうね。ももちゃん TikTok 見た、見ました、可愛かった。バンダ広場のレモネード行きましたが行けてないんです、まだ。あ、レインボースターもありがとうね。 SK さんのなんとかさんなんだ、そうなんだ、いいね、近くだと行けるね、確かに。なぎちゃんとサウちゃんの生誕って合わせるとレモネードの一緒っぽくなることに気づきました、確かに色味がめっちゃレモネードだわちょうどいい季節のレモネード、確かに本当に綺麗な、いい黄色だったセタテね、思います、本当に可愛い色でした。そう、レモネード飲みました、おー、ありがとう。そう、ベリ坂の階段の数は私わからないよこれか、あー、さっきまでアイスティーの衣装めっちゃ可愛い。私会の結果4期からのサフちゃん、なんだろう、何とかが増えました花火ありがとう。キューティーレッドファイヤーマジック飲みました、いいな、カイリさんとナナのやつ、めっちゃ技名みたい、ちょっと特にする、うん、そういえば今日ラストでマジック食べてレモネード飲んで、あ、無意識にすごい今サフちゃんに飲みました、お、おめでとうセタティのレストめっちゃ良かったね、あれ可愛いですよね。そう、お母さんがと一緒に考えて、もうほぼお母さんが絵は描いてくれて嬉しい。私はこここうしたいとかドッピリ坂に変えたことはございますか、どこがドッピリ坂ですかどこがですか。明日原宿のコラボカフェ行ってみるの、おー、いいな、私も行きたい、ケーキ食べてみたい、いいね。もいちゃんの TikTok にいいねしたけどコメントしてそうなの、したらしたら、うん、お母さん何でもよろしくお願いします。いや本当にそう、こんばんは、あ、ありがとう星も。あ、私テロップ何も書かずに30分配信してた、あ、ありがとうタコさんも。そう、前髪ちょっとだけ切ったんです、そういえば、まあ、あまりわからないぐらいなんですけどちょっとだけ切った、遊びに来たよ、ありがとう、うん、あ、ありがとう花火。ベリ坂シャーベットピンクのミュージックビデオで、あ、じゃあ行ったことあるかも、ドッペリ坂、あ、ないかも、待ってわからない、歩いてるかも無意識にめっちゃ歩いたんですよ、そのシャーベットピンクの聖地巡礼するために海まで行って、そう、近くを歩いたから、そうそう、話し会追加したじゃないもんかね、嬉しい、ありがとう、こんばんは。本当だ、気づかなかった、いや気づかないくらいなんですけど、聞いた、昨日コラボカフェ行ってね、皆さんね、あー、そうだったんだ、欲しいね。昨日公演 MC で出てたなりたい顔ってある、私がなりたい顔は、私がなりたい顔、え、誰でもいいんですか。昨日の MC はさ、今の NGT のメンバーさんだったけど、今の NGT のメンバーさんだったら絶対マリナさんです。私はなりたい、なりたいお顔絶対にマリナさんになりたい。そうですね、そんな感じで。も MC でもさ、スイスイさんかな、もうマリーナさんって確か言ってた気がする。
ラジちゃんと歩いてるんじゃない？歩いてるかも。じゃあ一緒にドッペン坂に行きましょう。そう、新潟来てくれてよかった。ありがとう。ドッペン坂から見は遠い。じゃあ歩いてないな。あ、花火ありがとうね。歯磨き寝たいな。でもそれだけ目が大きいってすごいことだよ。やっぱりマリの姉さん人気だね。え、やっぱだってもうめっちゃ美人だもん。ありがとう花火。マリアさんの顔になったら、ももちゃん好きな顔。待って、ももちゃん、ももちゃんありがとう。ハート、来てくれてありがとうございます。ありがとう金魚も、ありがとうね。ももちゃん卒業面も含めて気になる。いや、卒業面含めてだったら私は絶対そうですね、私が大好きな卒業されちゃった6月末に先輩です。ギリギリ。慌て方やばい、慌て方がやばいな。皆さんが年が経ってね、思います。本当に、あ、ありがとう。レインボースター、 ありがとうね。今日公園行けなかった。そうだったんだ。結構メンバーの意味じゃないそう変わる。確かにそうかも、人によって全然。昨日ごちゃ聞いてたら、ちょうどももちゃんの自己紹介で配信始まった。おラッキーじゃない。名前出しても大丈夫だよ。名前出しても大丈夫なの？なんかさ、わかんないんだよね、どこまで出していいのか。ふふちゃんみたいに可愛くなりたい人もたくさん。ありがとうございます。あと、ありがとう、お疲れ様です。ありがとうね。あ、今日は55分に断ち読みします。メールかけてなくてごめんなさい。下書きはあります、なので送ります。あと写真を貼るんですけど、写真が全然全然まだ全然で、ちょっと待っててね。そう、サボちゃんももたろう食べたの？食べてない。これずっと言ってるよね、私食べてないって。うん、あとは送るだけ。え、そうです。 あと写真貼って送るだけ。現場の卒業メンバーさんの名前言ってる。確かに、でもそれはさ、同期とかだったらさ、いいけどさ、私は後輩だから。こんばんは。メール来なくて今日はずっと寝てるのかなって。私めっちゃ今日早起きしたんですよ。そう、早起きしてお買い物に行って帰ってきて帰ってきて部屋を片付けようって思って過ごしてました。ありがとうね金魚もハートも。明日コラボカフェ行ってから乃木坂さんのライブに行きます。めっちゃ有意義じゃない？最高じゃん、いいな。勉強使わなくても嘘。一瞬の花火のミュージックビデオ見ると桃太郎食べたくなる。ああ、あのミュージックビデオいいですよね。あと枠だけって時代で何度も返信寝落ちしてる。え、私も送信寝落ちしたことめっちゃある。昨日の夜とか、カエリさんの生誕祭ありがとうございましたってメールを途中まで書いて、あとは写真って思って寝ました。ごめんなさい。こちゃんはツバメ三条背脂系ラーメンの油量は何油？普通かな。9月3日は新潟駅の心が休館で多くの店舗がお休みみたいだから行く。そうなんだ、そうなんだね。東京久しぶりなので、お、緊張してない。寝てください。昨日は夜からドラマを行き見せてたよ。ドラマさ、降り積もれ孤独な仕様みたいな、そんな題名なんですけど、のドラマの7話を見過ごしちゃって、気づいたら今もう8話が配信されてたから7話見てなくて、そしたら8話も見れないじゃん。今どうしようって思ってる。8話からでも見るべきなのか、それともその7話にめっちゃ大事なことがあってじゃないと8話わかんないとかだったらどうしよう。そう、 TVer も終わっちゃったんですよ。どうしよう。たまにしか返信取らなくてすいません。いえいえ、ありがとうね。なんか横山変な片付けん。あ、そうだったの。篠花火の短くビデオ、桃太郎アイスが登場します。え、どこだ、記憶が。さこちゃんの顔見て余計寝ません。嘘。見逃し配信がそう終わっちゃってて、前回のあらすじ、あ、それはあるかも、見たいんだよね。そう、ドラマ1話でも逃したくないタイプ。悔しい。でも今めっちゃドラマ見てますよ。新宿野戦病院見てるし、スカイキャッスルも見てるし、あと笑う的漁師かも見てます。
いつもやっぱ続けてみないと、え、そうだよね、分かんなくなっちゃうよね。あ、レンボスさんありがとうね。自分ならとりあえず見て飲まない方が。おお、どうしよう。でも、あ、待って、その8話の配信も今日終わっちゃうんだ、あと少しで。あ、やばいやばいやばい、ありがとう金魚。どうしよう、どうしましょう、困っちゃう。岡井さん出演のドラマしか見てないかも。あ、なんだっけ、なんとか先生なんだっけ今見逃したらさえ分かんなくなる。確かに、さほちゃんって大江遥さんとお話ししたことなかったんだっけ。え、そうなんですよ、お話ししたことないんですよね。やばい、もしかして。でも私も自分からあんまり先輩に話しかけるタイプではないから。そうなんです、基本の今とりあえずあちら見ましょう。確かに手間で追っかけます、追っかけ安心。あー、星もありがとう、ハートも。そう、話したことない、もしかしてやばいのかな、どうなんだろう、みんな話したこともしかしてある、え、私もあるのかな、え、どうだったっけ、うーん、記憶がない。いや、でも素晴らしき、あ、そうだ、そうでした、そうでした、ありがとう。そう、ハートありがとうね。そう、でも他の先輩方とはお話したことありますよまだ入村してない、サムちゃん。あれ、今日のテロップなんだっけ、あ、書いてないの、ごめんね書いてないの、ちょっと今日書くことがなくて。お話し会で例に並んでみては並んでみてはか、並んでみようかな。じゃあレイナさんの第一印象、ほとんどのメンバーが怖いなんだけど、サホちゃんはどうだった、え、どうだったかな、第一印象、第一印象の記憶がないな。ん、第一印象は、え、え、でもそんな怖いって思ってないと思います、怖かったら覚えてる。はいえ、あんまり、え、どうなんでしょう、わかんない怖い、でもすごい怖いって思った記憶はないですね、私の中で。さほちゃん、はるか村って実在するんですか、私にもわからないです自分から話しに行けないタイプ、私もだよそう、第一印象はね、あ、マナさんの第一印象、え、マナさんの第一印象は、マナさんの第一印象めっちゃ覚えてる、めっじゃあめっちゃ骨格が綺麗だなって思いました。めっちゃなんか華奢なんですよ、肩幅が本当に全然、私肩幅ちょっと気にしててなんですけど、でも本当に華奢で、華奢すぎて、え、すごいいいなって思ったいいなって思ったし、そう、スタイルがめっちゃいいって思いましたっていう印象、それをはめっちゃ覚えてる。え、そう、骨格そうなんです、めっちゃ覚えてる。だから、え、スタイルいいって思って、まだ他にも話してない先輩、さすがにいないと思いますギャルじゃなかった、あ、ギャルじゃない、あ、でも確かにそうだったかも、結構骨格から入るから、え、私めっちゃそうかもしれない、めっちゃ見ちゃうかも。マネさん売れそうだったね、でも、うん、めっちゃ すごい、そう、きっと衣装とか私が着たら入らないのかなって思ったあ、お話し会、サホちゃん話したいって言ってないけど、え、困らせちゃうので大丈夫です、困っちゃう困らせちゃうので大丈夫ですよ、すいません。なんか、まださん、サホちゃんがいいです、いやいや、もう全然全然。憧れの骨格とかあるの、憧れの骨格、私ウェーブになりたいですね。私ウェーブじゃないんですよ、絶対ナチュラル、なんか3タイプあるんですけど、ウェーブ、ストレート、ナチュラルで、絶対ナチュラルで、ウェーブが一番ほど遠いから、なんかなんて言うんだろう、そういう女の子らしいみたいなそう感じがいいかな。ストレートかと思ってた、ストレートじゃないんだよね、なんかね、ストレートよりね、なんて言えばいいの、手がね、でかくて薄いみたいな、そうなんです、ちょっと違うらしい。そこちゃん第一印象めっちゃ清楚、ありがとうでもね、よく言われますって自分で言ったらいいんだけど、なんかおとなしそうとか言われる。
さやさんの第一印象。えでもめっちゃお顔が整ってるなって思いました。全部のパーツの配置とかも綺麗だった。めっちゃお顔が綺麗だった。いつどんな時もそう、なんかお話し会で衣装飾ってありましたね。ね飾ってあったね。ウエストサイズがめちゃくちゃ細い。確かに。あでも私その飾られてたの見てないんだよな。これ読まなくて分かった。ああ、よくよく私ができなくなっちゃう。そう。ありがとうね。次元的な感じはね。カイリさんの衣装でしたね。そうだったんだ。知らなかった。知らない。知らない。こんばんは。こんばんはです。さおちゃんのコメントの返しが面白すぎて、嘘、全然うまく返してるかわかんないよ。私はコメントに頼ってますので、配信ありがとうございます。いつもコメントしてくださって本当に。今日なんとかしてとかがあんまないから、会った時はさお話できるんだけど、今日はお買い物に行ってって終わっちゃった。何闇鍋っていろんな具材入れるってことかな。こんばんは。そう、夜もテレビ画面で見るより鮮やかでした。あ、わかります。近くで見るとね、綺麗だよね。衣装1日だったに丸亀製麺行きそびれた。毎月1日やで亀亀で。そうなの、知らなかった。コメントなら任せてください。全然負けなかった。頼もしい。めっちゃいつもラジオのように聞いています。ああ、それがいいですね。それでありがとうございます。聞いてくれて。直筆サイン入りの生写真付き CD、 さほちゃんのはどんな感じになりそう。え、まだわかんない。生写真もわからなくて、多分今回のやつかな。え、なんでしょう、どんな感じなんだろう。初めて書くな。でもなんか今回お名前入りじゃないって皆さんが言ってて、だからみんな同じ感じになっちゃうかもしれない。もしかしたら違うのになるかもだし、同じのになるかもだし。ヘロン買って安心した自分が。さほちゃんはラーメンの頻度が高くて楽しい。確かに高い。うん。学生時代同日1日は丸亀出して、すごい有名なんだね。1日は半額。たまに私がめっちゃ違うじゃん。はい、さほちゃんって最近聴いてる曲って何。私が最近聴いてる曲はアイライフさんの黄昏サイクルです。これ前も言ったかもなんですけど、本当に好きで、今日ちょうどそのあれで卒業しまして、私の好きだったメンバーさんが。なんかそれまでずっとなんか今日までは絶対に毎日聴こうってなんか思ってて、でも無意識に聴いてたんですけど黄昏サイクル聴いてました。あとなんだろうな、最近聴いてる曲、そう、アイライフ、そう、アイライフさん聴いてます。なんか一曲聴くとさ、そのグループさんなんかランダムでバーって同じグループが流れてくるから、それをランダム再生したりとかしてますね最近。そうです。9月のプレイリストはさすがに決まってます。お気に入りは当直ドロップ。え、知ってるよ。ネオジャパさんはまだ聞いてる。ガンガンヒーローは聞いてます。ガンガンヒーローで後悔すんな。東京に呼吸量取りに行かなきゃいけない。帰省できない。そう。スキー色って読むんだ。ごめん、分かんなかった。へえ。手作気持ちいい。最初に嬉しい、ありがとう。でもね、なお名前入りじゃないんだよみんな。そう、でもありがとね。そう、たくさんの方がさ言ってくれてありがとう。写真の裏上にもメッセージ書いたりしちゃう。そう、それそういうこと。どうなんでしょう。でも誰に行くかわからないからさ、どうなんだろう。なんだ、一番おすすめのラーメン屋さんは。それは絶対みんなの方が詳しい。なんだろう、どこが好きかな。私
でも新潟駅はまぜしゃもじに一番行ってるかもしれない。でも全部好きですよ。さこちゃん曲の趣味範囲広い。うん、どうなんだろう。めっちゃでも同じ曲リピートしちゃうから。さこちゃんにおすすめしたい新潟ラーメンはボンゾー。すごい住所も書いてくれてる。東区。東区ちょっと遠いんだっけ、ラブラから。わかんない。いい曲多いので YouTube とかで目に入ったら聞いてみて。わかりました、ありがとう。やはり名前入りじゃないの。うん、でも書いてないから。なんかどこかで、どこの配信だったかな、なんかみんながコメント欄で名前入りじゃないみたいだよみたいな。なんか前回は名前入りって書いてあったから名前入りだけど、今回は書いてないからみたいなのを言ってて知った確か。ラーメン部に入ってほしいな。嬉しい、ありがとうね。名前入りはメンバーとさんさんさん。そうだね。ラーメン屋行くの。行きます。ジャンピン幸せなんだと、ジャンピンポンもぜひ幸せなんだ。ジャンピン、分かった、ありがとう。ひなさんが名前じゃないって言った。じゃあそうですね、確定だ。王様の時は名前ありってなくてランダムだったよね。あ、じゃあ多分そうかな。黒お揃い界隈したい。今日はお魚食べました、お昼。東京にゃーんと新潟のラーメン、秋葉原のお嬢食堂によく行く。お、みんながおすすめしてくれるお嬢食堂さん。ってことない。そうなんだよね。でもさこちゃんのサイン欲しいから申し込んでみようと思ってます。え、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。もう47分だ、あっという間だね。1時間だと。なんか今月はさ、そのイベントがあるから配信めっちゃするって思っているので、そう、多分できると思います。洋食堂さんめっちゃ美味しいよね。みんなおすすめしてくれる。前になるけど、そのままの野菜生活めっちゃ美味しかったね。あれ美味しいよね、私めっちゃ好き。東京にいた頃は何ラーメン食べてた。何食べてたかな。めっちゃチェーン店行ってました。でも日高屋とか行ってた。日高屋とか行ってましたね。あとどこ行ってたかな、バーミヤンとか行ってた。めっちゃファミレス、やばい、めっちゃファミレスだ、やばすぎる。もつしか食べてなくてごめんなさい。え、絶対美味しいじゃん、ありがとう。銀魚さほちゃん、ビスイベこれからでしたっけ。そうなんです、9月19日から。そうなんですよ、バーミヤンやばい、そこ日だからで。やばい、めっちゃチェーン行ってるんだよね。今日さっき食べたおそろ、お酒じゃない、何のお魚だったんだろう。白身魚だった。でも居酒屋美味しいね。一蘭行ったことない。あ、中本、蒙古タンメン中本はめっちゃ行ってました。なんか学生だとね500円で食べられるんです。しかもなんか麺多めかライスか黒ウーロン茶のどれかが選べて500円、学生なんか学生証みたいなのもあるんです。蒙古タンメン中本の学生証みたいなやつで、私は辛いの食べれないから、あの味噌ラーメンを食べてた。蒙古タンメン中本に行って、北極食べれない。天下一品は食べたことないです。餃子の王将は行ったことある。でもあと餃子の満州行ったことあります。めっちゃチェーンやばい。富士そば入ったことある。あ、入ったことある。私立ち食いそば食べたことありますよ。めっちゃ急いでた時に、なんか確かなんか学校から塾みたいな時で、学校から塾に行かなきゃいけないけどめっちゃお腹空いてて、なんかそば食べたいって思ったんですよ。その時多分そばに、そばがめっちゃ食べたくて立ち食いそば食べました。まさか制服で、え、そうですよ。あんまいないよね。でも空いてた。サイゼリアの小指のサラダおすすめですね。めっちゃそれさ、ももちゃんがよく食べるからね。私も一回食べました。一回食べた。美味しかった。センターンパイだからね。そうなんです。入りやすい。友達とかと行くときにバーミヤン入りやすい。蒙古タンメンか、美味しそう。そう、美味しいの、めっちゃ。そういえばカフェでくじ引いて、まさか中島っていう記事ご視聴する。え、嬉しい、引いてくれたの。そう。こちゃん辛い食べ物ダメなの、あんま得意ではないかも。すごい強いとかじゃない。餃子の満州知ってるのはすごいな。え、もしかして地域あんまないのかな。でもチェーンだよね、いろんなとこで見たことある。そう、雑貨そばもそばにあります。お、わからないぞ。バスセンターのカレーじゃなくて、バスセンターのカレー食べたことない。おそばも食べたことない。制服で立ち場。いやでももうすぐ食べて出ましたよ。急いでたから。
さほちゃん一瞬高校生のこと忘れる時ある。それね絶対そうだよなって思う。私も制服たちの人やばいよね。そうでも一回だけ、そうめっちゃ急いでたんだよね。そうなんか多分友達と話しててやばい塾ってなってやはり知ってたから知ってますねゆうなさんにサイズの青豆サラダをおすすめされたら食べて美味しかった。何それ知らないかも。グリーンピースみたいなやつかな。そうチェーンだよね。チェーンだよね。そう餃子のマシの餃子用冷凍庫に常にストックしてある。え実家もそうだった実家もそうだったな。めっちゃ懐かしい。バスセンターのカレーデビューのご予定は、えしたいと思って一回行ったことありますお店。そしたら確かそれ寒くて行ったらなんか外じゃんちょっと知らなくてそれ寒いねってなってやめましたグリーンピースのサラダ、あグリーンピースのサラダ食べたことない。ちょっと食べる勇気もないなあ花火もありがとう。バラもこんばんは。やばいあと3分で断念した。寒いねで断念した。えそうなんです。めっちゃ室内入ったと思うそれでグリーンピースダメか。ダメじゃないけどたくさんはいらないかな。なんかシューマイの上に1個とかだったら全然いいんですけどあありがとうレインボースターありがとうございます。寒さに弱い。で寒さにも暑さにも弱くて多分体温調節がめっちゃ下手。そう少しカレー食べると暖かくなる。確かにそれはそうだ。でも夏は暑いからじゃあ冬行くね。秋に行こうかな。秋に行くね。こんばんは。劇場のまかないでバスセンターのカレーの日があると聞いたことがありますが、えとそれはきっと私たち4期生が入る前のことなんでしょうきっとわからない。私はないですね。秋だともうそろね。もう9月なの本当にやばい。お家のカレンダー今パッて見たら8月でした。めくらなきゃめくらなきゃいけない。うんシューマイの例えめっちゃわかる。グリーンピースえそうだよね。バスセンターのカレー結構辛いけど、それそうみんなが教えてくれてさ結構辛いよって。大丈夫じゃないかも。こんばんは。初めてサボちゃんの配信を長時間見てて楽しかった。また来るね。 ありがとう嬉しい。配信でさ知ってくれる方とかメール取ってくれる方とかいるのめっちゃ嬉しいです。なんかあんま外でこうさなんて言うんだろう、みんなみたいに外のお仕事とかがすごいあるわけじゃないから配信でね知ってくれるのがめっちゃ嬉しい。うちのカレンダーも8月だそうだよねみんなめくろうカレンダー。私配信終わったらカレンダーめくります。今日ダジャレの日なので今週のダジャレお願いします。えそうなのそれ本当ダジャレわかんない。布団が吹っ飛んだとかしかわかんないよ。あとなんかあったっけ自分の家のカレンダー何月かなって見ようとしたらカレンダーなかった嘘でしょ。あでもそっか私も一人暮らし。いやでもカレンダーないとなんかなんとなく飾ってる。配信楽しむの本当にありがとうね。アスセンターのカレーはちょい辛程度。あそうなんだね。そのめくったカレンダーを視聴者プレゼントに。いや私のめくりカレンダーはこのタイプだからなんていうの裏面あるから渡せません私会の前にバスセンターのカレー食べて後悔しましたなんで今年もあと4ヶ月とか早すぎるね。わかる。やだよね終わってほしくない。私はとにかく高校を卒業しちゃった後が嫌すぎて高校生でいたいです。iPhone に全部予定入れちゃう。それはわかります。そうじゃあ22時3分にカレンダーめくろう。リアルリアルだなその時間。そうしよっかじゃあそうしましょうか。ちょうどいいね。55分です。ありがとう教えてくれて。断食読みします。ありがとうございました。9月最初の配信。今月もまだ毎日配信が続いてるので、あ明日朝です。はい。13位パックさんありがとうございます。12位 MS さんありがとうございます。11位チーボーさんありがとうございます。10位クニさんありがとうございます。9位ホッシーさんありがとうございます。8位タムヒロさんありがとうございます。7位メープルナオくんさんありがとうございます。6位ミーさんありがとうございます。5位大関さんありがとうございます。
4位セッテンガーさんありがとうございます。3位中年ジェットさんありがとうございます。2位ガッティさんありがとうございます。そして1位コミュニストさんありがとうございます。ありがとう、見てくれてありがとうございました。そう、ありがとうございました。ありがとう。ではまた明日朝7時過ぎって言ってるから多分7時15か7時半に始めますので、では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 って言ってあと4分あるんだけどでも今月初めにありがとうございました。あのチャットを送ります。ではありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。また明日ね。あ、星ありがとうございます。バイバイ。あと4分話します。私はチャットを送るので、まあそれがお話だということでお願いします。今日の配信も楽しかった、ありがとうね。おやすみなさい、バイ、ありがとうございました。